what's up guys? My name is Lian and welcome to my video. ということで今回はフォートナイトのマップ上にソーのハンマーが落ちてきたみたいなので早速ちょっと見ていきたいと思います。で今回のこのソーのハンマーなんですけど、ソルティ付近のここら辺かなに行けば分かると思うんですけど、待って、そう今ここからでも見えてると思うんですけど、あそこにでっかいなんか風穴みたいのができてて、でここにソーのハンマーがあるみたいなんですよ。でこれはなんかワンタイムイベントとかじゃなくていきなりなんか現れたみたいで、すごいよね。やっぱシーズン4のために着々とどんどんストーリーが進んでってるみたいな感じだと思うんですけど、おおすげえ、めっちゃでかい穴できてんじゃん。えこれ引き出せるんかな、ハンマーやばくね。ここにも来てるしている、なんだなんだ、すげえ、なにこれ、ハンマー拾えないんだけど。これどうやって引き出すんだろう、わからない。これ何が起こったんだ、これソーがハンマー落としたらしいんですよ。でこれについての詳しい情報はなんかあの漫画、今ってコミックがあのバトルパスのとこにあると思うんですけど、そこに書いてあるらしくて、なのでちょっとそれもねこの後に見せたいと思うんですけど、この子どうしよう、ハンマーどうする、これはい。でコミックの方なんですけど、こちらの右下のところにコミックがあって、これがね毎日どんどんチャプターが増えてってるんですけど、確か最後まで読めたのがここまでかな、ここまでが前の最後で、そっから昨日がこれ、この島にはゼロに近い、これがソーがフォートナイトのマップにやってきたってことだよね。でこんな感じで何かが彼を呼んでいる、彼の血に流れる宇宙とオーディンの力を打ち計ろうと何かが魔法のように何とかに動きかけてる。ごめんなさい、ちょっと日本語苦手で読めないところあるかも。で、あ、これブライトボンバーとキットじゃん。ソーも使い魔のカラスたち、フギンとムニンも魔法は理解できない。だが答えを探し求めている。なるほど。で、鮮明だ。ごきげんよう。見知らぬ方、何とかに加えるつもりはない。危害かな？を加えるつもりはない。私はアスガルドの王、ソーだ。戦う、やっぱソーじゃん。来たのではない。教えてほしい。ここは何なのだ？私は今どこにいるのだ？って言ってる。なるほど。で頼む。繰り返すが戦いに来たわけではない。ここに来たばかりなんで、多分ね、このフォートナイトのスキンたちは喋れないんだよ。普通にフォートナイトのスキンたちって喋れないようになってるから、それで多分何も言えないんだよね。争うつもりはない。君や君の。ブーン。お、キットだキットが来てる。待ってくれ。報告に来たのだ。私は味方だ。味方だ。そうは味方なんだ。でも撃たれてる、そう。誰に撃たれた？あ、後ろから。初期スキンじゃんすげえ、この初期の初期スキンだよね、これ。チャプター1の初期スキンじゃない、これ、普通に。で、レイヴンとピーリーとリンクスがいる。へえ。なるほどね。そうが初期スキン殴ってる。頼む、こんなことはやめて話を聞いてくれ。だって、レイヴン持ってるな、しっかり。うん、そうのハンマー。うわぁ、おお、ピーリーも殴られてる。いい加減に、やめるのだ。で、ピーリーが下にもうなんか、すごいことになってる。逆さになってる。何かが追ってる。私の助けがなければ、君たちはどうしようもないよな。ってことは、フォートナイトの世界に何か危機が来てるってことでしょ。で、それを知らせにソーが来たってことだよね。私は、え、すごいなんか間抜けそうな顔してるんだけど。どうした、ソー。あ、ハンマー落とした。お、ハンマーがまた落ちてる。これだ、これこれ、これがソルティ付近のところでしょ。クラドゥーンってもうなんか効果音がアメリカだよね。さすがコミック。あ、でここでソーのハンマーが、だからこれでフォートナイト世界のソルティの近くでみんな争ってたってことでしょ。この争いはソルティ近くで行われてた。私は誰だ。ソー記憶なくしてんじゃん。うわー、
君はあの猫といた。君のこと覚えてるぞ。話、次話に続く。だから明日また話が続くってことか、これは。とりあえず今日まででここまでなんだ。これが、そのフォートナイトのソルティー内のハンマーと繋がってるって感じですね。って感じのコミックなんですけど、やばいね。ちゃんとフォートナイトのストーリーラインに関係してきたよね、このマーベルが。だからシーズン4は完全にフォートナイトの世界とマーベルの世界がぶつかるみたいな感じの話になるのかな、これ見てる感じ。これからマジでシーズン4まであと2日 ?3 日か2日でしょ。27だからアメリカの27なのかな、だから日本の28かな、ちょっとわからないんですけど、もうあと数日でフォートナイトシーズン4が来るということで楽しみです。ということで、この動画最後まで見てくれてありがとうございました。また次の動画で会いましょう。バイバーイ。